JR 四国は今日、コロナ禍の影響で全ての路線の収支が赤字となったことを明らかにしました。厳しい状況から会見では路線の在り方の議論についても触れられました。 JR 四国は今日、コロナ禍の影響を受けた2020年度の管内8路線18区間の収支を明らかにしました。それによりますと、前の年度まで唯一黒字だった瀬戸大橋線が赤字に転落し、他の区間も赤字幅が拡大しました。100円の収入を得るために必要な費用を見ると、瀬戸大橋線の小島宇多津間が207円、予算線の高松多度津間が192円、高徳線の高松引田間が248円、土山線の多度津琴平間が277円でした。管内で最も赤字幅が大きかったのは、愛媛と高知を結ぶ淀線で1401円でした。JR 四国は来年春に全ての路線で運賃を値上げする方針を示していて、厳しい収支は今後損廃を含めた路線の在り方を検討する際の指標になるとしています。地域やご利用の皆様に、当社の厳しい経営状況等についてご理解をいただいてですね、あるべき交通体系の検討をですね、今後さらに進めていきたいと。一方、香川県の浜田知事は昨日の定例会見でローカル線の廃止について、生活や産業への影響を踏まえ次のように述べました。拙速にですね、事業者の収支のみで判断していくということはやはり避けていただきたいと思っております。人口減少が進む中、ローカル線の廃止に向けた議論が進みそうです。その一方、地域の足を守ってほしいという声もあり、そう簡単に答えは出そうにありません。